の扱いはしないように。後者が有罪なのかどうか余が自ら取り調べよう。神よ、白衣が勝利を収め、高潔な方が罪なくして有罪を宣告されることがありませんよ。あの方の権利が晴れるように祈ります。ありがとう、マーガレット。実に嬉しい言葉だ。死んでおいてです、陛下。グロスターは死にました。まさかそんなことが。なるほど。どうなさいました、ヘンリー。陛下、陛下、大丈夫ですか。は鳴き声一つで私の生命力を根こそぎ奪ってしまったというのに。サマセット、死神の使者め、下がれ目障りだ。お前の目玉には凶悪な暴虐が居座り、冷酷な君主のように世界中を震え上がらせる。なぜそうまでサマセット卿を叱責なさるのです。確かにグルスター公爵は彼の敵でした。私も公爵とは敵対していましたが、もしも流れる涙が胸をえぐるうめきが、あるいは血を絞るため息が公爵をよみがえらせるなら、目が潰れるほど泣き、病に倒れるまでうめき、血が枯れて桜草のように青ざめるまでため息をつきます。ああ、世間が私のことをどう思うか知れたものではない。私と公爵の中が冷え切っていたのは周知のことですから、私が手を回して公爵を亡き者にしたと思われる。私の名は中傷の下で傷つけられ、どの国の王宮も私への非難でいっぱいになる。ああ、なんという不幸だろう。王妃であってもこの頭にいただくのはおめえという冠。王妃様。グロスターを思うと悲しくてたまらない哀れなやつ。私をもって悲しんでください。私はもっと哀れなのだから。陛下に申し上げます。善良なグロスター公爵はサマセット卿が手を回し暗殺されたとの噂が立っています。なんだと、ありえない。よくの仕業だな、そんな噂を流すのは。民衆の支持を集めていたグロスター卿の死を知り、兵人たちは怒り狂った蜂の大群のように四方八方に飛び回り、復讐のため誰彼の見境なく刺しています。私は怒りに駆られた騒乱を鎮めました。公爵の死の模様を聞くまで待てと言い聞かせまして。フリック、公爵が死んだのは確かに事実だが、どのようにして死んだかは神のみぞ知らない。ヘンリーは知らない。すぐに公爵の手術に行きたいと死体を検討し、直ちに急死の原因を調べよう。開き、両手とも大きく広げられ、まるで命を引き寄せ掴もうとしたが、力ずくで抑え込まれたかに見える。シーツに髪の毛を見ろ、こびりついている。
綺麗に整えられていた顎ひげはボサボサに乱れ、夏の嵐になぎ倒された麦のようだ。公爵はここで殺されたに違いない。どの一つを取っても証拠として十分だろう。すべてを騒ぎたもう神よ、私の想念を抑え込んでください。何者かの暴力家をお十人の命を手にかけたと私の魂に信じ込ませようとしているのです。神よ、どうかお許しください。裁く役目はひとえにあなたのものですから。ではウォリック、誰が公爵を殺したのだ。私と枢機卿は彼の身柄を警護していたが、殺人の罪が盾となってお前を守っていなければ俺が今お前を殺す。陛下の御前だから手荒な真似は控えるが、出なければこの大嘘つきの卑怯な人殺しめ、お前に土下座させ詫びを入れさせてやる。そしてお前の魂を地獄へ送り込んでやろう。人の寝込みを襲う血に飢えた殺人鬼め。陛下、無本人のヨークがウォリックと手を組んで私にグロスター卿暗殺の嫌疑をかけているのです。恐れながら陛下、ヨーク公爵はアイルランドに進軍中、この意見とは何の関わりもありません。どうか平民たちの訴えをお聞きください。サマセット卿が直ちに死刑に処せられるか、美しいイングランド領外へ追放にならぬ限り、腕ずくでも彼を王宮から引きずり出し、したたか痛めつけ、延々と苦しめてなぶり殺しにするとのこと。善良なグロスター公爵の下手人はサマセットだと言い、彼を生かしておけば、陛下のお命が危ないと言っております。貴様。みんなの温かな心遣いに深く感謝する。私は皆から言われるまでもなく、今の訴えにあることを行うつもりでいた。サマセットの手によって私の身に大きな災難が降りかかるという動かぬ予感に絶えず付きまとわれてきたからだ。陛下！そこで非力ながら私がグロスター公の代理を務める。神の名にかけてここに宣告する。サマセットをロンドン島に投獄しろ。陛下、違います。これは暴力です。これに背けば即刻死刑に処す。ヘンリー、サマセットは気高い人、私に弁護させてください。私の前でサマセットを気高いというのか。もう言うな。いいか、弁護すればお前への私の怒りは増すばかりだ。サマセット、ロンドン島で裁きの日を待て。さあオリック、善良なオリック、重大な問題について話しておきたい。それを見るたびに、あなたのために一千回もため息をつくこの唇を思い出してもらえる。さあ行きなさい。私が悲しみを思い知るように、今にきっとあなたを連れ戻します。でなければ思い切って自分自身を追放します。現にも追放されているのだわ。あなたから行って、もう何も言わないで、今すぐ行って。今回も別れを交わし、引き裂かれる辛さは死の100倍だと思う。でももうさようなら。あなたと共にこの世にもさようなら。こうして哀れなサマセットは10回も追放される。1回は国王から、あと9回はあなたから。あなたがいないなら
こんな国など恋しくない。サマセットが神々しいあなたと一緒なら、荒野も賑やかな都です。あなたのいるところは世界そのもの、あなたのいないところは廃墟だ。もうダメだ。あなたが生きていなければ私には何の楽しみもない。私の宝、サマセット、私が嘆き悲しむのはあなたのためだけ。さあもう行って、王がやってきます。わかった。私といるところを見つかれば、あなたはもう死んだも同然。あなたと別れたら私は生きていけない。あなたのそばで死ぬのは死んだふりをするようなもの。あなたから離れて死ぬのは死ぬ以上の苦しみ。行かせないでください。何が降りかかろうと構うものか。愛しいサマセット、虹の女神を送って必ずあなたを救い出します。さあ早く。では行きます。私の心も連れて行って。胸の悲しみの小箱に収めて鍵をかけておきます。これまでの貴重なものとともに、二つに引き裂かれる船のように私たちは離れ離れになる。私はこちらへ、死に向かって。私はこちらへ。そんなに急いでどこ行くの。何かあったのですか。陛下へのご報告です。枢機卿ウィンチェスター様が死に瀕しておいてです。急にご病状が悪化し、喘ぎ、目を据え、手は空をつかみ、神を罵り人間を呪うと言ったありさま。かと思えばおそばにグロスター公爵の亡霊が出たかのように上ごとおっしゃり、枕に向かって陛下と呼びかけ、心に溜まった抑えきれない秘密をかすれた声で打ち明けておいてです。クロスターを殺したのは自分だと。この世はどうなっているの。さあ早く言って。その悲しい知らせを早く陛下にお伝えして。ウィンチェスター、腐っても僧侶だったということか。自分の罪を最後に明かすとは。これでサマセットは倒木を免れる。こうしてヨークは激戦のアイルランドで兵を集め、大軍を引き連れ戻ってきた。この遠征を引き受けたのも己の権利を主張し、軟弱なヘンリーの頭から王冠をもぎ取るためだ。ウォリックの報告によれば、摂政のグロスターと枢機卿ウィンチェスターは死に、サマセットは暗殺の嫌疑をかけられ投獄されているはずだ。時は来た。鐘を鳴らせ高らかに、かがり火をたけ赤々と、偉大なイングランドの正当な王を出迎えるのだ。支配の術を知らぬ者は服従させておけ。俺に魂がある限り必ず王爵を手にしてみせる。その上に飾るのはプランタジネット家の紋章だ。誰だ。バッキンガムか。邪魔しに来たのだ。よく、よからぬ魂胆がないなら心よく迎える。ああ、バッキンガム、その挨拶ありがたく受けるぞ。ここへは使者として使わされたのか、自分から進んできたのか。我らが主君ヘンリー陛下の使者としてだ。グロスター公爵が暗殺されたのか、首謀者と思われる枢機卿は病死し、サマセットの嫌疑をかけられロンドン島にいる。警戒するのは当然だろう。よく、
陛下に無断でこれほどまでの大軍を動員し、宮廷間近まで兵を進めてきた理由を聞こう。ここまで軍を率いてきた理由だが、それはあの傲慢なサマセットを王のおそばから排除するため、あの男は陛下と国家に騒乱をもたらす火種だからな。いや、もしも我が君徳高きヘンリー王が私の忠誠と敬愛の保証として長男はもとより下の息子たちを要求なさるなら、生きる意欲と同じ喜びを持って息子すべてを差し出そう。いや、領地、財産、軍馬、甲冑、その他私の所有する一切をだ。もしもサマセットが死んでさえくれれば。よう、その教授の言葉には感服した。では陛下のもとへ行くとしよう。おー、ヨーク、どうした？あー、派手にやられたな、おい。これはサマゼットは放免されたのか。ならばヨーク、などと胸に感染してきたお前と共に、お前の下で胸に溜まったものをぶちまける。サマセットの面を見て平気でいられるかなあ、ヘンリー。お前は大衆を治め支配できる器ではない。たった一人の謀反人すら抑える勇気も力もないのだから、似合わない、似合わない、似合わない。お前の頭に王冠は似合わない。お前の手は巡礼の杖でも掴んでいればいいのだ。ああ、謀反の化け物だよ。お前を逮捕する罪状は国王と王冠に対する退学罪、逆らうのですか？傲慢、そんな謀反人、ひざまずいて慈悲を乞いなさい。ひざまずけだと？血の染みに汚れたフランスの宿なし女、イングランドを血まみれにする無知。ヨークの息子たちの生まれはお前より上だぞ。父親の保証人になれぬわけがない。おお、サマセット、ヨがお前の君主だ。改めてひざまずけ。間違ったことは許して使わす。よーく、間違うものか。間違えたと思うお前こそ間違えている。キチガイを病院へ送り込め。気が狂ったのですか、この男は。狂った野心に駆られ、王に歯向かおうとしている。謀反人め、ロンドン島へ送り込んでその物騒な首をはねてやる。俺がお前の王だ。お前こそ謀反人だ。さあ、ウォレック、どうしたの、ウォレック。陛下、私はこちらの霊名高いヨーク公の主張なさる権利について深く考えてまいりました。その結果、ヨーク公爵こそイングランドの正当な王位継承者だと確信するに至ったのです。なんということだ。お前は私に臣下としての忠誠を誓ったのではないか。それほどの誓約を破って天の許しが得られると思うのか。罪を犯すと誓うのは大きな罪ですが、罪深い誓いを守るのはさらに大きな罪です。私の息子たちを呼べ。私の軍隊に加え味方となる貴族は全員召集だ。俺の決意は変わらない。しかさもなくば大いだ、死の方だ。間違いない。そうなる夢を見た。もう一度ベッドに潜って夢を見直してこい。戦場の嵐に巻き込まれずに済む。バッキンガム、
兵を集めろ、武器を取れ。謀反人もその一味も一望だ。天国でイエス・キリストと食事をするんだからな。神のたたりの傷者がよくも天国などと言えたものだ。天国でなければお前が食事をするのは地獄だ。逃げましょう、あなた。ぐずぐずしないで。みっともない、早く。天命から逃げることができるのだろうか。わかった。それでも男ですか。戦おうとしない、逃げようともしない。こうなったら男らしい賢明な防御策は敵に道を譲り、できる限り身の安全を確保すること。私たちにはもう逃げることしかできないのです。でもうまく逃げられれば、あなたさえぐずぐずしなければ、私たちの運命の砦に開いた裂け目もすぐに修復できるでしょう。戦争がお前に平和を与えた。微動もせず安らいでいるのだから。天よ、御心のままに彼の魂に平和を与えたまえ。みんなよく戦った。情報によれば王は直ちに議会を招集するつもりだろう。招集がかけられる前に王に追いつこう。諸君、今日は実に輝かしい勝ち戦だった。息子たちよ、この戦いは松田太鼓を打て、ラッパを吹け。このような勝利の日が幾度も訪れますよ。
Thank you.